オッケー寝ちゃった室とそれから和室が組み合わさった形のお部屋になっています。そうしたら和室の方からちょっと紹介していこうかな。こんな感じでテーブルが用意されてまして、 お茶菓子エンジェル君のオリジナルのお菓子が用意されてます。それから机の上にはポット、そしてここにはお茶セットがあります。こんな感じで入ってます。それからここですね、リモコンとテレビの案内と、それから館内の案内が入ってます、ね、Wi-Fi だったりとかいろいろ入ってますね。露天風呂が2カ所あるっていう風にさっきご案内いただいたので、ちょっと楽しみにしてます。はい、こんな感じです。よいしょ。そして、ここに、除菌消臭。すごい、ここにもエンジェル君のシールが貼ってます。そして、テレビは少し小さめです。このぐらいの、ね、大きさのテレビがあって、でその下には金庫があります。そしてここにそうですね、タオル、バスタオルとこの多分ポーチの中に、ハンドタオルとそれから歯ブラシが入ってます。それから浴衣と帯ですね。でここにはカミソリと、シャワーキャップがあります。そしてドライヤーが置いてあります、ね、この温泉行く時のポーチがエンジェル君になってて可愛らしいですね、はい、そしてここの中は、はい、まあ、少しクローゼット風な感じでハンガーがあります、はい、こんな感じ、割と広いですね、10畳ぐらいあるのかな、ね、ゆっくり過ごせそうな和室です。そして振り返ってこっちにベッドがあります、ベッドサイドはどうかな。お、コンセント2個ありました。よかった、充電できます、はい、そしてここだな、ここの上のところに部屋の照明のスイッチがありますね。そしてこちらに行くと冷蔵庫、よいしょ、おお、すごい、あれだな、取るとお金がかかるタイプの冷蔵庫になってますね。だからあんまり買ったのを中に入れとくっていうのがちょっとできないかなって感じです。はい、このタイプの冷蔵庫久しぶりに見ました。そしてここにね、栓抜きとコップが置いてあります。そしてこちらにティッシュがありますね。そしてここに大きな鏡があります。机っていうほどじゃないね、下棚のようなものがあってっていうことですね。でここに靴を入れたりね、外履きの何セッターっていうのかながあったりします、は
はい、そして入り口の方に行くとここがバスルームになっています。割と広いですね。奥にバスタブ、ね、シャワーもついてます。そして、浴槽はまあまあな感じです。そんなに広いってわけじゃないですね。でここに、まあ、アメニティっぽいのが置いてあります。お部屋でも入れるようになっていて、そしてここポシュレットのお手洗いです。そしてここに石鹸がありますね。あとヘアブラシも消毒済みということで置いてあります。ここは紙コップになっています。こんな感じです、ね、最近ちょっと泊まってるホテルがあの和洋室のタイプのお部屋が多いので、ね、あのすごくこのタイプのお部屋ゆっくりできていいですね、はい、で最後にお部屋の外を見てみようかな。スジウ温泉っていう温泉ね、大分県でも有名な温泉地です。冬はスキー場が近くにあったりするので、ね、スキーのお客さんとか泊まったりする感じなんですけど、割とあのなんていうのかな、まあひなびた温泉地じゃないですけど、そういうイメージのあるところです。シャボっぽいやつかな、と煮物と茶碗蒸しにお酒が進みそうです。